お、いいじゃん。一緒に出場した岡本くんが絶望しております。いくつでしたか記録？11秒12。おっと、落ちるとこまで落ちてしまいました。なんでそれを全部やらないの？最後ではネクサス ECA。本来ネクサスはですね、現役アスリートが教える、走りのポイントというですね、電子書籍をですね、この度発行出版をさせていただく形になりました。で、内容はですね、どんな方でも小学生から大人の方でもですね、走りが速くなるポイントとか、コツとかをですね、分かりやすくまとめたものをですね、出版させていただきます。で、特徴としては動画付きの電子書籍というものを発行します。なので、絵とか文字だけではなくて、実際にこういう動きをするといいよであったりとか、こういう動き作りがいいですよといったものを分かりやすく動画付きで、解説をした、本となってます。で、この出版に伴ってですね、今回クラウドファンディングに、ネクサスが挑戦しています。現在ですね、始まって、2日目、3日目なんですけども、もうすでにですね、結構多くの方の支援をいただいて、いる状況です。ただ、今後、よりですね、ネクサスの事業であったりとか、僕たちが発行している内容、提唱している内容をですね、より広げて、より多くの人に走りを速くなってもらいたい、成長していただきたいなという観点から、クラウドファンディングですね、引き続きご支援いただければなと思います。リターンとしては、様々なものがございます。もちろん、電子書籍も、ございますし、それを書籍化したものもございますし、あとは、チームスポンサー。これですね、ネクサスいつもこれ来て仕事とか試合とか行ってるんですけど、ここにお名前、企業名とか載せさせていただきます。あとはユニフォームにもですね、メインスポンサーとして、あと1社だけ行けますので、胸にロゴが入ったり、そういったことができますので、ぜひ、ネクサスの活動を応援してくださる方、あとは陸上界の普及、スポーツ界の普及、そういったものにですね、ご参加を、そして一緒にやりたいなと思う方はですね、ぜひご支援いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。